池波です。本日はですね、良さが分かるのに一番時間がかかったアルバム、はい、ちょっと紹介していきたいと思います。俺の音楽のね、原体験、10代の時とかの音楽体験をこうちょっと手繰り寄せるような感じで、話していければいいなと思うんですが、一度理解できない音楽ってあるよねみたいな動画出したことあるんですけども、まあそれのちょっとなんか発展系というかね、より詳しく俺のなんかそういうね経験を話していけたらなと思います。まあなんだろうね、この音楽難解だな、ちょっとわかんないなみたいなのから、あれだんだんちょっといいって思えるかもみたいな、変わってくこの感じの経験の本当に最初期はやっぱり、ビートルズの青版、まああのビートルズ後期のベスト版ですね、まああるいはホワイトアルバム、この辺だと思います。まあホワイトアルバムとかやっぱ特にね、もう本当中学 2,3 年生ぐらいの時に聞いたと思うんだけど、通して聞くと、えこれ何みたいな瞬間がやっぱり結構当時あったりとかして、やっぱりリスナーとしてのこの余裕があんまりなかったというか、変化球投げられるとなんかふざけてやってんのかみたいな脊髄反射で思ってしまうようなね、そういう時期もあったと思うんだけど、まあホワイトアルバムとかを克服してだんだんとこの難しいものに挑んだ時に、一度敗北しても、その後帰ってきて聞いてみたら好きになれるかもしれないみたいな、ね、そういう体験をちょっと知ったというかね、まあ経験値としてすごく大きかったと思うんですが、本当にマジで時間かかったのは俺もペットサウンズですね。まあ俺も本当ここにね、あのペットサウンズ、額縁に入れて、ブライアン・ウィルソンのねサイン入りのやつ、もう飾ってるぐらい、もう一番ねこう目につくところに飾ってるぐらい、もう本当に今となってはもう大好きなアルバムなんだけど、生涯フェイブレットアルバムの中でももう本当にトップの方なんですが、まあ時間かかりました。ペットサウンズはもうあのペットサウンズってすごくさ情報が多いじゃないですか。もう音楽的にもすげえ高度だし、この名盤ランキングとかやって、まあ、どの媒体でも多分本当に上位ですよね。ピッチフォークとかそういうのがやっても多分上の方に来るし、ローリングストーンがやっても、どの多分メディアが やっても、まあもうペットサウンズはもう不動の地位ですよ。で、まあそういうこの評判を俺はまあ中学高校ぐらいの時からまあ知っていながら良さを理解できないっていうのにね、すごく悔しさを感じてたんですね。ディスクユニオンでまあ中古の CD でなんか数百円ぐらいのやつ買って、でまあたまに気が向いたら聞くみたいな感じで、もう10年ぐらい経ちました。俺が本当にペットサウンズ好きになったら25ぐらいです。10年ぐらいかかりました。はい。もうね、なんか一回もう決意した時期があったんですよ。もうさすがに、なんかこんだけ音楽好きとか言っといて、ね、バンドとかやっといて、ペットサウンズを攻略できないのは悔しいなと思って、ペットサウンズ強化週間みたいなやったんですね。もう本当に寝ても覚めてもペットサウンズずーっとかけ続けるっていう生活、1週間ぐらいしました。もう1週間多分100回ぐらい聞いたと思うんだよね。もう朝から晩までずーっとペットサウンズかけてる。運転中もペットサウンズ。料理してる時はペットサウンズ。もう寝る前、ちょっとリラックスしようっていう時もペットサウンズ。ピンと来てない音楽を聞いてリラックスできるのかもわかんないけど、まあ、それぐらい聞きました。で、だんだんじゃないね。なんかいきなりバシッと来た瞬間があったんですよ。要はだから、なんかこの情報が多い音楽って、その詰まってる要素を、もう、ある程度記憶しないと良さがわかんないんだよね、多分。あれですよ、この話って原則としてなんとなくいいっていうのは一応なしですよ。なんかマジで心からここがいい、もうそういう風に説明できる状態まで行くっていう話ですね、一応。だからこんなんかもうマジでいろいろ記憶しなきゃいけないやっぱものが多いアルバムなんですね、ペットサウンズって。でもうなんか曲順とかもなんか空で頭の中で、なんとなく再現できるようになってきて、こういうフレーズが出てきたらこっち側でこういうフレーズがこのバトンを受け取ってそういうやり取りをしてみたいな、そういうのを頭の中で大体再現できるように多分なったんですよ、どっかのタイミングで。その瞬間からもう輝きがもう本当にもう増してきて、でそっからさらに1ヶ月ぐらいペットサウンズしか聞かない状態に突入しましたね。良さを知ってからもうさらに聞くという、もうなんか疲れちゃってもう聞きたくないとかならないでずーっと聞くっていう状況に突入しました。ペットサウンズ時間かかったね、10年かかりましたね。今度その、まあ、同じ時期のねビーチボーイズのこのスマイルってアルバムあって、まあ、未完のアルバムなんだけど、まあ、ほぼ、まあ、完成の状態に近いアルバム、今はもう発表されてるんですが、今度スマイルに挑んだんだけど、もうペットサウンズ攻略した後ですよ。もう攻略した後だから、まあ、スマイルもいけるだろうと思って挑んだら、もうこれがまたね難しい、良さを理解するまで。まあでもなんとなくもうその攻略までの道のりは見えたから、今度だからスマイルをずーっと聞くっていう時期になったんですね。まあだからたくさん聞いて、要素を
なんとなく頭の中で再生できるようになったら、このアルバムを好きになるだろうってなんかもう見えてたから、このずーっとスマイル聴いてて、でやっぱりこのスマイルにもめちゃくちゃハマりましたね。まあこの2つはでもちょっと時間かかったね。まあなんかどっかの動画でも俺言ったことあると思うんだけど、ペットサウンズとかスマイルをなんか一発聴いて、あこれめっちゃすげえ、めっちゃいい、もうこれはもう最高のアルバムだみたいになる人ってマジでセンスいいと思うんだよな。俺は時間かかりましたね。あと時間かかったのはこれですね、ディアンジェロのブードゥー、これも時間かかった。まあこのアルバム、俺いろんな動画でマジでマスターピースだと思ってますみたいなね言ってるんだけど、これ時間かかったな。俺がアメリカにいた時だから、まあ2010年代、まあ2010年か2017年ぐらいまでアメリカにいたんですけども、基本的になんか俺はそのギターねバーで弾く時にこのブルースのジャムのシーンで弾いてたんですよ。でちょっとなんかジャンルごとにこのミュージシャンの住み分けがあるっていうか、R&B のこのジャムをやってるクラブとかではもうみんなディアンジェロの影響下のジャムをやってたのね。でたまに俺もそういうとこ出てってなんか腕試しみたいな感じでこう参加とかしてたんだけど、みんなさすげーまあクエストラブがだから叩くようなドラムのビートですよ。もうみんなそれをこぞって若いミュージシャンはもう挑んでたのね、シアトルで。それだけだから影響力があるアルバムで、でもみんな聞いててさ、で俺はもうなんかよく本当に分かんなかった。なんか R&B なんだからなんかモータウンとかさ、なんかマーヴィン・ゲイとかやろうよみたいな、そういうのだったら俺もなんかなんとなく弾けるしみたいなね、そういう感じを思ってたんだけど、みんなもうなんかめちゃくちゃ後ろ乗りのさ、なんかこうベーシストですね、そういうの弾いてる人とかいたりとか、なんかこうしっくり来ねえなーみたいなね、ロック小僧でさ、もうブルース小僧でみたいな、俺はもうなんかちょっとこの合わないみたいな、俺がなんかコテコテのペンタトニックのソロとかでやろうとするとなんかこれハマらないなみたいな、でそういうなんだろう、プレイヤー視点のちょっと挫折経験みたいなのもありつつ、なんかね嫌なアルバムだと思ってたんだよね当時。ハスに構えたなんかエリート志向の R&B ミュージシャンがなんか聴いてるアルバムみたいな、なんかそういうニュアンスを持ってました。ずっとみんなこうやってジャム終わった後ビールとか飲みながら iPhone とかでやっぱ聴いてるわけですよ、ディアンジェロ。もう演奏し終わった後もあのリズム聴いてる、クエストラブのなんかもたった感じのねドラムをみんな聴いてて、あマジいいよねみたいな。でアフリカ系のね方がそういうバーって多いんだけど、で彼らやっぱりもうアンテナが鋭いからもうすぐにそういうのキャッチして演奏とかするわけですよ。全然わかんなかったね俺は。で繰り返しなんかそっからまたペットサンズみたいな感じでちょいちょいこの聴いて他の音楽に行ってみて繰り返してるうちに、なるほどねここのズレの気持ちよさこういうことかみたいなのが来ました。だからこのアルバムはなんか音楽の要素をなんかどんだけこの頭の中で再現できるかっていうよりはこのリズムにハマれるかだったと思うんだよね。でもこのアルバムを好きになってからやっぱりそれ以降のヒップホップとかあるいはまあ、J ディラのドーナツとかさ、そういうところもいいなって思えたすげえ大きい突破口ですね。今ではまあ、かなりフェイバレットのアルバムなんですけど、まあぶっちゃけるとブラックメサイアの方が好きなんですけど、はい。まあ、ディアンジェロのね音楽のスタイルっていうのはそこで、理解できたというか、まあ時間かかりましたねでもこのアルバムも。あとはまあこちらロバート・ジョンソン、まあいろんなアルバムあると思うけど、まあ俺が聴いてたのはこのコンプリートレコーディングスっていうやつで、これも時間かかったね。まあこれはでもペットサンズとかブードゥーほどは時間かかんなかったけど、でも5年ぐらいかかったかもしんない。高校生の頃とか俺も本当にブルースギターをねどんだけ上手くなれるかみたいなところでちょっと頑張ってたんですけど、まあつってもやっぱり白人のブルースから入ってそれでハウリンウルフとかマディボーダーズとか行くみたいな結構王道の感じで、まあ自分のスタイルはかなりクラプトンとかに影響された、まあまあロックの中でのブルースギターみたいなところなんだけど実際は、まあでもなんかやっぱりブルースマンは相当憧れと尊敬があって、でハウリンウルフとかマディボーダーズとかそういうのは好きだったんですよ。ジミーリードとかその辺は結構スッと入っていけたんだけど、じゃあ今度それより昔のデルタブルース、でそのデルタブルースのまあじゃあ一番の有名どこで言ったらロバート・ジョンソンじゃないですか。でロックミュージシャンみんなカバーしてるね、クラプトンもやってる、ストーンズもやってる、もうみんなやっぱロバート・ジョンソンのね曲をレパートリーに持ってるってとこでどっかでぶつかるわけですよね。で16、7歳ぐらいの時かな、CD 借りてきてどっかで、でまあ聞くんだけどわからない、音が悪すぎる、もうなんかノイズがすごいし、なんか声もお化けっぽいなんか不思議な高い声で、これいいのかみたいなね思ってて、これってロックに繋がんのかみたいな、クリームのクロスロードの元ネタってこれなんですかみたいな。でもなんかクラプトンはロバート・ジョンソンが理解できない人とはもう会話したくないみたいな若手の頃
ね、尖って言ってたみたいなね、記述とかも読んだことあるから。え、それってじゃあ俺クラプトンに無視される状態なの今みたいな。そういうこと思ったりとかして結構悔しかったんですよ。で、何回も何回も何回も聞いて、で、そのうちだんだん全曲なんか最初は同じような感じに聞こえてたけど、それぞれの曲の特徴とかの違いぐらいは分かるようになってきたんで、親父と一回このシアトルのあのライブハウス行って、まあ、ジャズラリーっていうね、ちょっとまあそういう、まあ、ライブハウスっていうかクラブみたいなとこかな、ジャズバンドとかがよく出てるとこなんだけど、そこでジョン・ハモンド・ジュニアっていうブルース、もう本当にだから弾き語りブルースの、アーティストですね。お父さんがジョン・ハモンドってまあかなり著名な音楽プロデューサーなんだけど、それのまあ息子さん、まあ、今の今までこのデルタブルースのスタイルで、演奏ツアーをねしてる、方で、で親父はなんかわかんないけど気聞かせて俺をね連れてってくれたんですよ。本当にこれ感謝してる、ありがとうお父さん。それ見て、で俺はもうブルースは大好きだったから、まあ、楽しみにしてたんだけど、板の上にそのジョン・ハモンド・ジュニアが一人で出てきて、ドブロ持って出てきた、あの鉄製のスライドギター用のあれですね、出てきて、うわバンドじゃねえのかよって思ったのすごく覚えてます。なんかちょっと落胆したの、彼が登場してきた瞬間。もうバンドのシカゴブルーススタイルのライブ見たかったんだけど、まあ彼はまあもう弾き語りで行くとどんなもんなんだろうみたいな、これ俺楽しめんのかなみたいな思って、で、あのハーモニカここにねつけて、ブルースハーブつけてて、特殊なタップダンスの靴みたいな、要はこうバーンって打ち鳴らした時にすっげー大きい音が鳴る靴を履いてたの。彼はもうそのスタイルで、まあデルタブルースを本当にね15曲ぐらいやったんだけど、めちゃくちゃ感動してすごいんですよ。もうなんか生で見てもう一発でやられちゃって、ロバート・ジョンソンってこういうことだったんだみたいな。で、生で聞くとここまで迫力があるジャンルなんだっていうのを知ったんですよ。で、もうすぐその日帰ってロバート・ジョンソン聞きました。で、聞いても全ての種明かしがね、できたんですね。なんか、やっぱりこの、その、録音の環境とかそういう音質の問題とかで、まあ当時まだリスナーとしてそんなに経験がなかったから、その辺の、集中を妨げる要因になってたと思うんだけど、こういうのがね、それがもう一気にパーってなくなって、もう一発でこのロバート・ジョンソンのね、このソウルのところになんかアクセスできた気がして、そっからもう虜ですね。ロバート・ジョンソン大好きになりました。まあ時間かかりましたね、ロバート・ジョンソンは。まあこの辺かな、俺が時間かかったのは。他にもまあプログレのなんか有名なこの対策系、例えばジェネシスの幻惑のブロードウェイとか、あとスクリーマデリカとかもちょっと時間かかったかな。あるいはまあマイルスのね、あのエレキの頃ビッチズブルーとかインナーサイレントとかもちょっと時間かかったけど、まあ、やっぱりね、本当に俺時間かかったのはベッドサウンズですね。そしてディアンジェロ・ブール、ロバート・ジョンソン、この3つ俺めちゃくちゃ時間かかりました。はい、よかったら皆さんもなんか理解するの時間かかったアルバムね、教えていただきたいなと思います。コメント欄の方でぜひ。そんな感じです。それでは。ジンジンジン